マリアンヌ・ロワールは、フランスの肖像画家である、パリの金細工師の娘に生まれた。兄に彫刻家となったアレックス・ロワールがいて、ロワールの一族からは、この後、何人かの芸術家が生まれることになる。少女時代から、画家のジャン・フランソワ・ド・トロワの工房で修行し、ド・トロワが1738年に、ザイ・ローマ・フランスアカデミーの校長に任じられると、ド・トロワと共に、ローマに移り、 1746年までローマに滞在した。パリに戻り、9年間パリで活動した後、1755年にプロヴァンス地方やトゥールーズやポーで活動し、マルセイユの美術アカデミーの会員になった。マダム・ジョフランの肖像、国立女性美術館像1763年にパリに戻り、その年の9月、アントワーヌ・デュープローズという女性の肖像画を残している。 1765年に再びプロバンスに移り1769年に亡くなったとされる。署名のある作品で残されているものは10点で1745年から1765年の間に描かれた。作品はワシントンの国立女性美術館やボルドー美術館などに収蔵されている。ありがとうございます。